アメリカのバイデン政権がスタートして8ヶ月経ちました。マスコミはですね、新政権誕生から半年、いわゆる6ヶ月間はですね、ご周儀ということでほとんど批判はしませんね。しかしですね、もうその時期は過ぎました。今回はですね、バイデン政権の外交、安全保障政策について見ていきたいと思います。特にですね、アフガニスタンについてお話をしてみたいと思います。 皆様方ご存じのごとくです、ね、反政府のタリバンはイスラム教スンニ派過激派の組織でありまして政府や同国駐在しているです、ね、外国軍を主な標的としてテロを実行してきましたね。ついに政府軍を打倒し8月15日アフガニスタンイスラム首長国の樹立を宣言しました。 米軍撤退はですね、トランプ政権特に関これ決まっていました。バイデン政権はですね、この撤収の仕方が大きくこれ失敗しているんですね。バイデン大統領の判断にですね、アメリカの国内で批判がですね、これ高まっていますね。バイデン大統領が好きな言葉はですね、アメリカは戻ってきた。アメリカイズバックです。本人はですね、本来の良いアメリカになってきた。 戻ってきたと言いたいのでありましょうが私が見るところではですね決してそうではなくてですねトランプ前大統領はバイデン大統領のアフガニスタン政策について歴史に残る敗北と非難していますね。 与党民主党からも撤収計画の妥当性を問う声がですね大きくこれ上がっています。トランプ氏はですね在任中にアフガニスタン駐留米軍の撤退を決めました。そして昨年2月に今年の5月1日を撤退期限することですねタリバンと合意していたんですね。ところがバイデン政権は撤退期限を 延期して4月に米同時多発テロから20周年となる9月11日までに完全撤退する方針を示していましたここがポイントですこれはですね、延期して20周年に近い9月11日までに撤退した方が来年の中間選挙に有利という判断つまり20周年の賞として見せたかったと い,うですね、いかにもバイデン大統領らしい安易な考え方がありましたね大統領在任中のトランプ氏とタリバンの主な合意内容これを見ていきましょう3点あります第一米国は現在約1万2千人のアフガン駐留軍を135日以内に8,600人までに削減する。二 タリバンが和平合意を遵守すれば合意から14ヶ月以内に残りの米部隊と北大西洋条約機構軍も完全撤退する3、撤退と引き換えにタリバンは米国や同盟国の安全に脅威を与えるようなテロ組織と協力しないことを約束アフガン戦争のきっかけになった 国際テロ組織アルカイダとの関係を切る。バイデン大統領がですね、延期してしまいましたのでね、この間にですね、タリバン勢力はさらにこの勢力を拡大していますね。アフガニスタンに住んでいる米国人の安全確保もこれできないでですね、米国軍のこの武器弾薬もですね、これが簡単にタリバンの手に渡っています。これは。 米軍の最高指揮官であるバイデン大統領の無能さというものですねこれさらけ出しているわけなんですねバイデン大統領によりますと米国は8月14日以降米国人とアフガン人ら計約1万3千人をすでに撤退させた一方で救出が必要な米国人は1万から1万5千人アフガン人は5万から6万5千人とされていまして 一部のタリバン戦闘員はその退避を妨害しているわけなんですね。アメリカ人を守りきれないとなれば売店批判はさらにですね、これは増していくでありましょう。ここがポイントです。アメリカの大失敗に歓喜しているのが中国です。7月末にはタリバンの指導者バラダール議長が中国の天津市を訪問しています。大きい外相と会談しまして。 中国が復興を支援すするることを約束しているわけなんですねアフガニスタンと友好関係を結ぶことにより習近平の一帯一路構想がさらにこれ進めていきたいとそういうわけなんですね中国はもともと仲の良いパキスタンとの関係を強化してパキスタン回廊によってグアダルコを利用してインドへの拠点を作りたいわけです。 そのルートの確保にタリバン政権が協力することは、中国にとってはこれは有益というふうになるわけですね。私はインド、パキスタンを訪問し、取材したことがあります。グアダルはですね、風の門ということをですね、意味しています。アラビア海に面していまして、中国新疆ウイグル自治区のガシュガラに至る中国、パキスタン、経済改良及びそれを含めた。 一帯一路構想の要所として開発が進んでいる港があります。習近平政権は新疆ウイグル自治区における人権弾圧を進めていますので、イスラム教徒のテロリストがアフガニスタンに逃亡することを阻止できるわけですね。その点でもタリバン政権が新中国化するのは好ましいという、そういうことになってまいります。中国とインドは対立しています。 パキスタンとインドも対立しています。1956年にチベット動乱が起き、1959年にダライラマ十四世のチベット亡命政府がインドに入りました。これをですね、インドは大歓迎しているわけなんですね。インドに受け入れられましたダライラマはですね、インドの国内で反中国の政治行動を許されていました。その直後、インドはですね。 中国に紛争中の領土要求をし始めています私はこのコーナーでも何度もお話し,しましたけれどもダレラマ十四選と二回単独インタビューをしましたその時ですねダレラマは中国共産党のひどさ当時のインド首相のネルーさんの温かさをですね語っていました中国とインドは懸縁の仲です従いまして中国は パキスタンを抱き込みタリバン政権下のアフガニスタンと友好関係を増進することは西アジア中東政策にとって好都合となるわけなんですねちなみにアフガニスタンもパキスタンもイスラム教信者が占めているわけですここがポイントです中国はアメリカ日本オーストラリアインド インドネシアなどが推進する自由で開かれたインド太平洋構想に対抗するためにも、タリバン政権下のアフガニスタンの誕生は、ですね。とても、とても、これはありがたいというふうになってまいります。ここで、アフガニスタンの状況を二十年前に戻してみましょう。二千一年九月十一日、アメリカで同時多ステロが発生しました。テロの死亡者はアルカイダでした。 そのリーダーでもあるオサマ・ビン・ラーデンをこれをですね、囲っていた。それがですね。アフガニスタンのタリバン政権だとして、米軍は自衛のためという名目でアフガニスタンに軍事介入しました。その結果、二ヶ月でタリバン政権は崩壊し、アメリカを中心とする国々の支援でカルザイ政権が成立しました。 それまでイスラム原理主義のタリバン政権の下で抑圧されていた女性の権利が尊重されるなど新しい国づくりが始まりました日欧米サウジアラビアなどが多額の経済的支援をし民主国家アフガニスタンの建設が始まったかに見えましたしかしながらですね新生アフガニスタン政府は腐敗がはびこり統治能力にかけ アメリカのこの支援がなければですね。運営できない。そういう政権になってしまいました。アメリカが巨額の資金を投入して訓練し、武器を与えてきたアフガン政府軍はですね。戦闘意欲もこれなくなってですね。タリバンの攻勢に対して戦わずして逃亡者が続出していました。政府軍兵士が放棄した。米軍からその武器というものは？ 簡単にですねタリバンの手に渡っているわけなんですねさらに悪いことにですね復興のための巨額援助は政権幹部の,この懐に入りまして国民の反政府感情はですね高まってしまったのでありますねアメリカは現在までに約220兆円の拒否をアフガニスタンにこれを注ぎ込んでいるわけです米軍兵士などの死者もですね 2400人を超えてます2014年の大統領選挙ではガニシが当選し第2代え大統領に就任していましたがご存知の通りですね敵前逃亡こういう形になっていますねここがポイントです欧米流の民主主義の価値観を押し付けてもこれは難しいことなんですねその国の伝統文化 宗教などをですね、尊重しながら、自由化、民主化を進めていかなければなりません。特にですね、このイスラム教の国家にキリスト教の価値観をね、これ無理やり押し付けても、これはダメなんですよね。イスラム教、キリスト教、ユダヤ教は一神教の宗教です。アダム、ノア、アブラハムをですね、祖先とした同根の宗教であります。 当時のトランプ大統領が仲介した歴史的評価の高いアブラハム和平協定合意がありましたそれを見ていきましょうこれはですねアラブ首長国連邦とイスラエルにおける平和条約及び国交正常化のことですがこの共通の祖先アブラハムの名前をつけています。アアブブララハムのののの宗教祖祖祖でかつイイダヤ民民族族先先サクとマエルこれは 異母兄弟でありますけどこのですね共通の父祖がアブラハムでありますので同じ血筋とはいえ異母兄弟であるが故に領土利権をめぐって対立像もあるでしょうしかしいずれ強調してほしいとそのように思いますここで聖書とイスラムの名言を見ましょう聖書あなた方の間で頭になりたいと思う者は すべての人のしもべとならねばならない。何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これが立法であり、預言者である。イスラムの名言を見ましょう。自分のことを証明しようとするのはやめなさい。あなたの行動にそれを語らせるのです。あなたは 種をいいてて去りなさい誰が収穫してもそれで良いのだどちらもですね私たち日本人にとっても理解しうなずけるこれ内容ですね。日米関係は日本外交の基軸ですがイスラム圏中東との付き合い方は今後自由で開かれたインド太平洋構想を推進する上でも日本の 資源戦略上にもですねこれは重要ですね日本政府はこの地域への戦略はとてもこれ遅切ですこの地域への伝統文化民族性宗教などをですね地出した複眼的で重層的な視点での外交安全保障政策の再構築が必要です